親父の手がかりが見つかるまではまだ戻れない。親父の手がかりが見つかるまではまだ戻れない。親父の手がかりが見つかるまではまだ戻れない。これは社殿の跡か何かなのか。シューニャ、この辺りに見覚えは？どこかわかんない。なんだか寂しいとこだね。そうですわね。きらびやかに祀られていたと聞いていましたのに。何か知っているのか。アーバシュランのことは幼い頃からいろいろと教わってましたわ。そんなこともあって興味を持っていましたの。それにしてもきらめく栄華も今は昔、苔むす土に帰るばかりですわね。人が住むには過酷なため封鎖したと言っていたが、その話だと繁栄した人々の営みがあったようにも聞こえる。まあもともとシューニャが暮らしていた土地だ。人がいるのは当然ではあるのだが。オシトル、これからどうするの？そうだな、まずはシューニャが親父と最後に別れた場所を探そう。そのためにもシューニャが見覚えのある場所を見つけないとな。そうですわね。確かこの道に沿って進めば集落に行き着くはずですわ。今もあれば良いのですが。最後に見たアクシャナはもっと大きく見えた。アクシャナ？アクシャナはアクシャナだぞ。ほら、星の見柱のところで遠くに見えてた大きな木だよ。あれは木だったのか。だがあまりにも大きすぎないか。私もそばまでは行ったことがないんだ。父様に近づかないように言われてたから。でもとっても大切な木なんだって。爪神の慈悲、あまねく大気に満つ。我らアクシャナによりて啓示の導きに従わ。誰が作ったかもわからない、いつもに伝わる古い歌ですわ。この社殿同様、どこか寂しい感じの歌だな。まあともかく手がかりは宗近の言う集落しかない。まずはそこを目指してみよう。ご注意を。この先何が出てくるかは小生にも分かりませんので。ああシューニャ、さっきのように勝手に飛び出すのは勘弁してくれよ。ごめんね。心配いりませんわ。それではシューニャちゃん、手を。え？手をつないでおけば大丈夫ですもの。そうだね。さあオーシトル殿、参りますわよ。ああそうだな。
かしら。押して参る。死ね。これで終わりだ。順調ですわ。もう大丈夫。ありがとう。宗近、ここがその集落なのか？いいえ、
おそらく違いますわ。見たところかなり昔に放棄されたようですもの。みんなどこか行っちゃったのかな。お家が木に埋まっちゃってる。あと数年も経たないうちに森に飲み込まれるだろうな。しかし自然豊かとはいえこうも生い茂ると少し息苦しいな。先を急ぎましょう。集落はもう少し先だと思いますわ。尋常にだっけ。ご覧遊ばせ。そこ慎重かつ大胆華麗に華麗に。
慎重に。オストル、見えてきたよ。とっとっと、まだ走ってないよ。本当に人の暮らしがあるんだな。寂れた社殿や放棄された集落しか目にしなかったから、人がいると分かって少し安心した。あれがアーバシュランの民。やけに毛深い者もいるようだな。アーバシュランには獣の血が濃い民もいるとは聞いておりましたが、衣装もヤマトとは随分と違いますわね。シューニャちゃんが本当にアーバシュランから来たことが分かりますわ。過酷な環境と聞いていたが、血が濃いのはそれゆえなのか。それに自然な暮らし方とも取れるが、ヤマトに比べて文化的にも素朴な印象を受ける。彼らは星の見柱の向こう、ヤマトのことは知っているのか。このアーバシュランから見柱を渡れる者はおりませんわ。彼らにとってヤマトは夢幻の国なのです。故に彼らはヤマトをこう呼びますわ、サーバト。サーバ。では、話しかけたとしても警戒されたりは？ないと思いますわ。この辺りでは見かけない顔だとは思うでしょうが、あくまでも一般の民はですけれど。そうか。じゃあ、いろいろ聞いてくるね。
待てシューニャ、分かっていると思うが、俺たちがヤマトから来たことは。分かってる、内緒なんだね。絶品陳列赤字覚悟、迷路会計、商談成立、最終確認、感謝感激、最終確認、感謝感激、迷路会計、商談成立、迷路会計、感謝感激、最終確認、商談成立、迷路会計、商談成立、良品究明、いいものが取れるか。こいつはまた立派なもんだな。これもアクシャナなんだ。そいつは遠くに見えたあのでかいのと同じなのか。あれもアクシャナだけど、こっちもアクシャナだよ。もっと小さいけど、私の里にもあるんだぞ。アクシャナは過酷な環境下にある人たちを守っていると言われていますの。つまりご神木みたいなものか。でもなんだかこの子元気がないね。ほらあそこ、葉っぱがシュウシュウになってる。言われてみればところどころ枝が枯れかけてるな。まさかそのような。それにしてもこの辺りは空気が濃厚だな。むせ、確かに緑の香りといいますか、出雲の乾いた空気とはこうも違うのですわね。そうかな、そんなに香りが違うかな。くしゃくしゃ、鼻に虫が。どうした、シューニャ。うん、そうだ、間違いない。あの時もこの子枯れかけてて、父様が村の人たちとお話ししたり、虫が。ねえ、二人ともついてきて。ごめん、
ここね。父様と一緒に来たところなんだ。何？それは誠か？ではなくて、本当ですの？うん。その後ここから村を出て、あっちに行ったんだよ。急ごう、父様が待ってる。待て、シューニャ。流行る気持ちはわかるが、こんな時だからこそ冷静に。お二人とも静かに。いくつもの鐘を鳴らしながらこっちにやってくる。身を隠した方が良さそうですわね。え、ホストル？何が来るかわからんからな。用心に越したことはない。見たところ鬼人の一行のようだな。まあ、あの衛兵たち、シューニャを追ってきた者たちと、いや、全く同一だと断じるのは早計か。だがどの道姿はさらせない。おお、シャントゥーラ様、このような辺境へよくぞお越しくださいましたのじゃ。ようこそ、シャントゥーラ様。皆さん、出迎え感謝いたします。本当にありがたいことです。もったいないよ、もったいないよ。皆さん、息災で何よりです。何か変わったこと、困ったことはありませんか？大丈夫ですじゃ。この通りわしらは何事もなく安らかに過ごせております。そうですか。デイバ・ラジャナは罪深き私たちを常に見守っておられます。いつの日か手を差し伸べ償いの道を授けてくださるでしょう。身元に導かれるその日まで。ラーナ・オンビタイカヤン。ラーナ・オンビタイカヤン。ところで村尾さん、以前のお話は考えていただけましたか？それは皆さんも気づいているはずです。アクシャナの加護が薄れ、いずれここも森に沈むことになると。中央ではあなた方を迎える用意ができております。どうか憂うことなく私の頼みを聞き入れていただけませんか？もったいなきお言葉ですじゃ、シャントゥーラ様。じゃが、わしらはここで生まれ育った。知らぬ土地でやっていくには年を取りすぎました。眠るのならここで眠りたいのですが。じゃが、そのお心決して忘れません。わしらのことはどうかお気になさいませぬようお願いします。わかりました。そこまで言うのでしたら無理に進めるわけにもいきませんね。ですが、もし気が変わったのならいつでも言ってください。はい、シャントゥーラ様には心より感謝いたしますじゃ。ラーナ・オンビタイカヤン。ラーナ・オンビタイカヤン。鬼人だと思っていたが、
どうやら位の高い人物のようだな。この集落へは慰問に来たといったところか。シャントゥーラ、なんだっけ。オシトラ殿、どうしますの。できることなら話をしてみたかったんだが。それは。ああ、分かっている。好意のものとなれば、俺たちがアーバシュランのものではないことに気づくかもしれない。念のため直接接触するのは避けた方がいいだろう。こっちに来る。シューニャ、頭を下げろ。シャントゥーラ様。で、蔵の中はどうでしたか。それがあまり良くないのですね。はい、収穫期までを考えるといささか厳しいものになるかと。そうですか。ではこちらの方は旅に必要な分のみ残し、できるだけ蔵へ移してあげてください。それは、いえ、わかりました。そのように手配いたします。よろしく頼みます。私どもの使命はいつか来るその時まで民を導くことです。仰せの通りです。ラーナ・オンビタイカヤン。ラーナ・オンビタイカヤン。立派な方ですわね。オシトル殿の言うように相当位の高い人物のようですわ。シューニャ、彼女が誰か知っているか。うん、シャントゥーラ様だよね。アーバシランで一番偉い人で、ラクシャナに祈りを捧げる。あっ、思い出した。父様からシャントゥーラ様には絶対に見つかっちゃダメって言われてたんだ。親父が？どういうことだ。うん、何があってもあの人には近づいちゃダメだって言ってた。絶対だよ、多分。絶対か多分かどっちだと言いたいが。そうか。シューニャちゃん、それはどうしてですの。理由は分かんないけど。親父のことだ。何かしら理由はあるんだろうが、今はその親父を探す方が先だ。シューニャ、案内を頼む。ここからはもっと慎重に行くぞ。分かったぞ。ようこそ。こちらはいかがです。よろしいですか。いい取引でした。よろしいですか。ありがとうございます。いいんですね。いい取引でした。いいんですね。かしこまりました。よろしいですか。いい取引でした。いいんですね。かしこまりました。
いいんですね。いい取引でした。よろしいですか。かしこまりました。いいんですね。かしこまりました。いいんですね。いい取引でした。また来てください。覚悟しろ。死ね。砕きますわ。こんがり焼くよ。どちらですの？確かここはあっちだと思う。あ、じゃなくてそっちかも。一体どっちなんだ？じゃあこっちで。じゃあってなんだよ。して参る。
かしら。なりますわね。覚悟しろ。調子が出てきたな。それ貴重なものかしら。押してまいりますね。
ざっとこんなものか。旅がこんなに楽しいとは。それ押してまいりますわ。ゼラッ、気分良好ですわ。良い戦だった。おお、強くなったかも。大丈夫、まだ行けますわ。このツタを下に垂らせば今度からは近道ができそうだな。胸が高鳴りますわね。
初めに慎重に。いや、ここと言われてもな。先ほどシューニャちゃん、どこですの？この奥だぞ。ここから入れるんだ。洞窟になっているのか。うまいこと茂みで隠されている。奥へと続いていますわね。この先にパシパクル殿が。押しとる。ああ、行こうか。なんという…オシトル殿、シューニャちゃん、お二方に感謝いたしますわ。このような光景を見ることができるなんて。これは一体何なのだ。おそらくはオンビ大海庵の遺跡、彼らの夢の跡。オンビ隊カヤンか。ただのおとぎ話だと思っていた。かつて繁栄を極めながらも突如として消えた謎多き民、神にも等しい力を持ち、この世界を支配していたとか。この光景を見なければおとぎ話のままになっていただろうな。まだなの？早く行くぞ、オシトル。そうだな。ここからどう進めばいい？こっちだよ。ついてきて。あれ？嘘。道が塞がってる。こんなところに扉なんてなかったはずなのに。どういうことだ？記憶？ここは見覚えあるから間違いないよ。だとすれば何らかの理由で扉が閉まったのですわね。ダメだ、びくともしない。こじ開けられるような隙間でもあれば。見たところぴったりと塞がっているな。シューニャちゃん、その時の状況を思い出してみて。急いでたからよく覚えてないんだけど、どんどん奥へ行ったよ。もっと下に降りてったよ。下か。でしたら
下に進む道を探すしかありませんわね。いろいろと探索をする前に一旦ここで休息を取ろう。慎重に慎重に。何が出てくるかしら。押してまいります。クラス、吐き気がする。胸が高鳴りますわね。さあ、やっちゃう。
ちゃおう。こんがり焼けよ。何が出てくるかしら。何が出てくるかしら。華麗に華麗に。行くぞ行くぞ。甘い。よっと。もやしたよ。行くぞ。霊玉全開。ざっとこんなものか。この調子この調子。胸が高鳴りますわね。
やっちゃおう。死ぬ。俺の出番だな。ありがとう。ここまでだな。貴重なものかしら。いざ尋常に。